レナの部屋。初めてのデートだね。うん。高一のためにお弁当作ってきたんだよ。あ、暑いよ。あー、高一の汗キラキラしててかっこいい。ちょっと。私の名前はイブ。この人は私の片思いの高一。高一大好きだよ。あ、うん。私は心から高一を愛してる。それは24時間365日ずっとずっと。ただ高一がまともに受け取ってくれないことだけが少し寂しい。本物の高一が最高だけど、でもこうすれば会えない時間の寂しさが埋められる。今日高一がお弁当を食べたお箸ちゃんと飾っておかないと、また宝物が増えちゃった。うーん、でも寂しいよ。はぁ、高一の匂いを染み込ませた抱き枕、これがないと寝れない。あの時制服をうまい具合に取れてよかった。高一は今何をしてるのかな。今はお風呂かな、それとも寝るところなのかな。お風呂ならお湯欲しいな。ああ、高一にも私のこともっと愛してほしい。私がいないと生きれないって思ってほしいのにな。高一、はい。え？お弁当作ってきたから食べてね。あ、うん、ありがとう。高一、大好きだよ。あ、ありがとう。やっぱり高一は素っ気ない。童貞だから愛情表現がわからないってこと？そして放課後、高一の家にお泊まりしたいな。え？いつかの話だけど、ダメ？いや、家には親もいるし、それは、その…そう、なんでお泊まりって言ってるのにドキッともしてくれないんだろう。私はどうすれば高一に愛されて求められるのか、ずっと悩んでいた。翌日…あ、イブ、おはよう。うん、何話しかけてきてるのよ。あんたなんかと話す時間ないんだってば。それよりも私は高一との次のデートの予定を立てるので必死なんだから。次のデートは思いっきりロマンチックなところに行くべきよね。そうしたら高一だって私のこと。早く高一に会いたい。早く放課後になってほしい。高一に会いたいと思った時に会えるなんて奇跡。おい、どうした？お手洗いに行ってきます。高一、待って。高一。イブ、待ってたよ。え？イブに会いたくて。私もだよ、高一。お、急にびっくりするじゃん。私も高一に会いたかったから嬉しいの。そっか。いつもならこんなこと恥ずかしくてしてくれないのに。イブ、高一。その日、高一はことあるごとに私の教室の前にやってきては、私のそばにいてくれた。あ、高一。イブ。高一くん。ふん。高一が女子を無視してる。愛だよね。私への愛が深いってことだよね。私の愛が高一に伝わったんだ。イブ、帰ろうか。うん。高一。僕のイブだから。触れていたいんだ。え、うん、なんだか積極的な高一だな。嬉しい。イブとこうやって歩けるのが幸せだよ。私もだよ。お、イブ、僕さ、ずっと言いたかったことがあるんだ。え、うん、どうしよう。何この神展開。イブ、今日な、何？僕の家に来ないか。え、うん、行く。高一の家に行くなんて初めてだよ。 GPS で場所は分かってるけど、まさか誘われるなんて。私は幸せな気持ちに包まれながら高一の家に入った。あら、高一、この人は実に綺麗なお嬢さんじゃないか。僕の愛する人だよ。え、高一、こんなことを言ってくるなんて、嬉しい。じゃあ僕の部屋に行こうか。あ、はい。お邪魔します。ゆっくりしていってね。とても良いお嬢さんだな。この部屋って、
ちょっと照れちゃうんだけど。私の部屋とは一緒。もしかしてやりすぎたかな。はあ、やっぱりイブを招待するのは早すぎたかな。うわ、嬉しい。ここまで私のことを愛してくれてるなんて。もちろんだよ。僕はイブのことを心から愛してるんだ。光一も私と同じ愛を持っているんだ。僕の愛を受け止めてくれるかな。もちろんだよ。もちろん光一の愛を受け止める覚悟はできてる。だって私は光一と片時も離れたくないんだもん。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに光一が好き。私だけが光一を愛しすぎてると思ってたけど、光一だって私のことをここまで愛してくれてたなんて。僕はイブと片時も離れたくないからさ。見て、これ。あ、そのタオル。そうだよ、イブが体育の時に汗を拭いたものなんだ。ずっと思ってたの？この匂いを嗅いで寝なきゃ寝れなくて。光一、そこまで。僕はイブがいなきゃ生きられないんだ。私もだよ。イブがいないと生きてる意味もないんだよ。光一、嬉しい。これからも一生そばにいてくれるよね。もちろんだよ。僕以外生きるのに必要ないよね。うん、当たり前でしょ。じゃあここで誓いのキスをしようか。誓い？もう離れないってことだよ。うん。ほら、イブも目を閉じて。光一、愛しているよ、僕だけのイブ。私もだよ。今日は返さないよ。帰るつもりもないもんね。これで私は光一と結ばれるの。光一、キスしちゃった。光一とのファーストキス、こんなに嬉しいなんて。光一の匂いがする。光一の唇ってこんなにふわふわだったんだ。まるでぬいぐるみみたいにふわふわしてる。あれ？でも唇ってこんなに冷たいの？光一は冷え性か何かなの？光一、そんな長くキスしなくても。まさかこんなことありえないでしょ。夢だったんだ。だから光一の匂いもしたし、ふわふわだなって思ったんだ。光一じゃなかったなんて。ここまで夢を見るならいっそのことを最後まで見たかった。うわー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。